飯田線を走行する雲葉52000にた4両、編成52系電車は、1936年から1937年にかけて、鉄道省が、京阪新築固有の休行電車に使用することを、目的に製造した、複数車種、形式の休憩電車を便宜的に総称したものである。基本設計は、京阪新築電化時に設計された十二。 軽電車に準じるが、車体形状に当時世界的に流行していた、流線型を取り入れるとともに、歯車比をより高速タイプとし、当初は、魚雷軽電車と形容され、後には、流電の愛称で親しまれた。第二次世界大戦後は、最初の転用先となった、阪和線で、特急電車に使用された。1948年には高速試験の記録もある。 本校では、モハ五5 2系6両、モハ四43型4両、サロ四4 6系1両、サロ六6 6系4両、サハ4 8系5両の20両及びその改造者について取り扱う。なお、統計列を講義の4 2系の一部として扱う考え方もあり、実際にしばしば4 2系と共通運用された。 京阪神観光船及び宮殿向けに増備が続いていた20メートル級に扉クロスシート車である42系を基本としつつも高速運転を実施する宮殿用に特化しまた4両固定編成を組むことを前提に各部の設計が行われている汎用性を重視する傾向が強かった戦前の鉄道省正式電車としては極めて異例の コンセプトに基づく車両である。機器面では、主電動機が、MT15K の高低角回転数モデルである、MT16、主制御機、それに、A 動作弁による、A 自動空気ブレーキ、と在来車とほぼ同一の仕様となっている。このため、運転上の取り扱いは 42K と共通であり、付随車や、制御付随車の混用が可能であった。ただし、 高速運転を目的として、歯車比が 42K の1、2.26に対し、本系列は1、2.04に設定され、台車についても抵抗軽減を目的として、当時最新のスウェーデン SKF 車製ローラーベアリングを軸受けに使用する TR25A 及び TR23A に変更されているため、運転曲線そのものは 42K と異なっている。 車体については、リベット組み立てを採用していた、従来の4 2系とは異なり、電気溶接による、全溶接構造となり、加えて、側窓上下の補強用体を、外反裏側に隠した、ノーシルノーヘッダー方式を採用、合わせて、雨戸用、屋根剣部からより、上部に移設して、幕板と屋根板剣部を一体とした、張り上げ屋根方式を採用したこともあって、 非常に平滑なスッキリとした外観となった。また、連結面は完全な切り妻とされ、編成としての美観を考慮したデザインとなっている。流電の象徴とも言うべき、流線形の前頭部は、半径 1200mm と半径 2800mm の円を組み合わせた、半田円形の集上に4組の平板ガラス窓を配置し、 窓柱を15度内側に倒したもので、前端部の幕板と屋根板の接合部を引き下げた屋根形状や裾部が丸め込まれた床下のスカートとともに、1933年8月より運行を開始したドイツ帝国鉄道のフリーゲンダーハンブルガー用 SVT877 型電気式ディーゼル機動車の影響を強く受けた造形である。そのデザインは、 窓柱幅が細く、ガラス窓が目立つ配置となっていたこともあって本家よりも、明瞭かつ流麗にまとめられており、その登場は、他のいくつかの流線形車両とともに、日本の社会に流線形ブームを引き起こすほどのインパクトを与えた。もっとも、本系列の動力性能では、流線形採用による空力的なメリットは十分得られなかった。また、 床下機器の保守について、サイドスカートの開閉を必要とし、またサイドスカートを髪型に跳ね上げて開いた、サイのロック機構がなく、支え棒で開いた状態を維持するという非常に原始的な構造であったため、誤って、支え棒が外れ閉じてきた、サイドスカートで指を詰める、頭を打つ、といった事故が頻発し、検査の障害となった。さらに、 乗務員扉を省略したことから車掌による客用扉開閉の際に特に混雑時のドアスイッチの取り扱いで様々な不便が生じた。その特徴的な外観は大きな社会的反響を呼んだもののこれらの事情から2回に分けて3編成12両が流線形仕様で製造されたにとどまり給電運用に必要であった残り2編成8両については 5 2系と当時の標準設計を設置した、反流線系仕様で製造されることとなった。モハ5 2系、第一次社1936年3月31日付で4両、1編成が、川崎車両標語工場で製造された。使用開始は、同年5月13日である。竣工直後の編成は、以下の通りで、大阪寄りにモハ5 2系機数車。 神戸よりにもは52系偶数車を連結した。なお、46,018の二等室は、神戸より、つまり5 2 0 0二と隣接する配置である。窓配置は42系の相当形式に準じ、強幅のままである。もはは当初もは43型の続版として予算が取得され発注されたが、形状。 昨日ともに異なる部分が多いことから新形式のモハ52型とされた。一方、サロハ46系及び、サハ48型は、42系、サロハ46系及び、横須賀専用32系、サハ48系の追番である。本編成のモハのみ、運転台が半出構造の片隅式となっており、車掌台側は、 座席が設置されて乗客に開放されていた。また、屋根剣部には換気オールーバーがモハ52型は片側6個等間隔に、サロハ46型は2等室側が片側2個、3等室側が片側4個と不均等に、サハ48型は片側7個等間隔に、それぞれ設置されており、屋根上の通風機はガーランド型を一列に配置している。 当初は従来通りのエビ色を主体として、扉と窓枠、スカートを、明度の高いベージュに塗り分け、さらに屋根を灰色に塗装した、比較的地味な塗装であった。これは後に二次車に合わせて、窓部をベージュに塗り分けた、新塗装への変更が実施された。なお、一次車の新塗装化への移行の過程で、新塗装となった、模波52系一次車と二次車の中間車を組み合わせた。 暫定編成も見られた。1937年12月、二次社以降の仕様に合わせ、サロハ46型とサハ48型にトイレが設置され、サロハ46,018はサロハ66型に改め形式、三次社の追番に解消、編成も二次社及び三次社と揃えて、以下の通り組みえが実施され、万六千二十の二等室が、 編成中央寄りとなった。これに対し、左派48型は、改版されなかった。また、この改造に合わせてサロハには張り上げ位置の雨どいが、車体全長にわたるものに変更された。モハ五52系、第二次車一次車が好評だったことから、1937年3月15日春行として1936年度予算で、二編成8両が増備された。 使用開始は、第二編成が、同年6月25日、第三編成が、同年8月22日である。製造は、モハ52系、サロハ66型は、川崎車両兵庫工場、サハ48型は、日本車両製造本店が担当した。この二次車は、一次車と、基本構造や主要機器は同一であるものの、同社の使用実績を反映して、 側窓配置の大幅な設計変更や一部座席配置の変更が実施された。これらの車両では当時量産中の正式客車が広、窓採用の方向へ進みつつあったのを受けて、こちらも側窓が広幅のものとなり、さらにスマートさが増している。このため、一時型の急流に対して新流と呼ばれることもあった。番号と編成は次の通りで、 竣工当初の一時車とは、左派とサロハの連結順序が逆転している。一時車では、屋根剣部にあったルーバーは廃され、屋根状の通風機は、ガーランド型が一列に配置された。また、三等付随車には、車端部にトイレが設置され、二等三等付随車は、当初から、車体中央の間仕切り部の三等室側にトイレを、設けたため、 サロハ66型が付与されており、東京地区横須賀線の同系式車の追番となっている。竜電は利用客からは好評だったが、乗務員扉省略やスカートの装着、それに模五52の運転台の非貫通構造は、運用、整備上不便をきたした。このため、1937年10月10日の京都、水田間電化開業に備え同年度予算で、 制作された第4、第5編成では、一時二次車で、研修サイドから不評を買った床下を覆うスカートを、廃止、中間車はそれ以外二次車そのままの設計として、両端の電動車を、流線型から、通常の貫通路付きに変更した上で三次車として、製造されることとなった。もっとも、貫通路付きといってももも四十三型などの、平妻構造ではなく、 1935年度制作のモハ40型や翌1936年度より申請が開始されたモハ51型などから採用が始まっていた半流線形構造の運転台設計が取り入れられている。このように電動車についてはモハ52型とは車体構造が大きく異なっていたことから形式は機能面でほぼ共通のモハ43型とされ、 番号も、その追番が付与された。ただし、主電動機は、MT16、歯車比は1、2.04で、ローラーベアリング付きの台車を装着するなど、機器、性能面ではは波52型と共通である。前面は、半流で、側面も虹型同様の広窓、しかもノーシルノーヘッダーかつ張り上げ屋根構造としたため、 従来のモハ43型ともモハ52型とも異なる特徴的な外観となり、車体と色も塗り分けを止めて茶色一式となった。通風機は従来の一列から三列配置へ変更されている。編成は以下の通りである。 春行日は43,038.43040が1937年8月21日、43,039.43041が、同年8月24日、66,018.66019が、同年8月26日、48,032.48033が、同年8月9日で、使用開始は、第4編成が、 同年9月17日、第5編成が同年9月15日となっている。製造は二次車と同じくモハ43型、サロハ66型は川崎車両、サハ48型は日本車両製造である。竣工当初は先頭部にホロが取り付けられていたが、事実上固定編成の給電運用では必要性が低いため、ほどなく取り外された。 1937年に日中戦争が勃発すると鉄道輸送も戦時体制が強化され1940年以降は電力事情の問題から急行電車も朝夕のみの運転や運休となる事例が出始め節電の一環としてサハやサロハを外した二両編成または三両編成で運転されることも多くなったは五十二型も複雑な塗り分けを 逆塗りと呼ばれた単純なものに改めただけでなく1941年から順次一時車、二次車のスカートも取り外され、ついには1942年11月のダイヤ改正で急行電車の運転を中止、連結していた二等車も座席はそのままで三等車に格下げ使用されることとなった。急行運転中止によりもは52型も塗装をドウ色一色に変更。 その特殊な形状から朝晩のラッシュ時用となり、客扱い場乗務員扉の非設置が問題となったことから、編成の中間で付随車代用となることが多くなった。1943年、二等車の廃止により三等車代用として使われていた一次車、二次車のサロハ66計算量に、 ついて、水田港基部での仕切り壁の撤去及び二等室の三等格下げにより、左派48型に編入された。その中で三次社の66,018.66019は、予備車としてサロ六 66K のまま損置された。番号の新旧対象は次の通りである。1944年になると、 激増する通勤輸送を裁くために全車に対して、車体中央部に扉を増設して3扉化することとなった。この際、モハ五52型については改版を行わず、三次車のモハ四43型4両についてはモハ五52系の追番に編入し、サハ48系、サロハ66型については、サハ57型に編入することとされた。しかし、 この計画は戦争の激化による物資と人手の不足により一両の改造もないまま終戦を迎えることとなった。本系列は戦時中に扉を増設する等の改造は行われなかったが他の例にもれず座席のロングシート化やクロスシートの撤去が行われており戦時中の国士や戦後の乗客の急増、整備の不徹底によって荒廃した状態となっていた。 しかしながら、本系列は、戦後いち早く整備が行われ、1948年には、は五52型を使用した、高速度試験が行われた。翌1949年6月には、京都神戸間の急行電車復活に伴って、本系列が起用され、二編成が整備の上これに使用された。本系列では、 1945年7月7日に、赤市電車区構内で全焼した52006と、同年8月6日に、住吉駅構内で全焼した43038が、廃車となっている。他系列では、70軽客車として、復旧、復積されたり、私鉄に譲渡されたものもあるが、本系列では52006が一旦は、 川崎車両兵庫工場に搬入されているものの、再生はされず、2両ともそのまま解体処分となっている。これらは、書類上、いずれも1946年11月28日付で、除籍されている。1948年4月23日、模波52型を使用して、東海道本線の三島沼津間で高速度試験が、行われた。 この試験に充当された5万2 0 2と52005は、能力色に塗装され、中間に、木造の性能試験車、クヤ16型を連結した。この時、時速119キロメートルの最高速度を記録し、長距離列車の電車か、80系電車開発の礎になった。その後同様の高速度試験は、茅ヶ崎辻道館でも行われ、 この時は52002から16001にもは63型を連結して走行した。1949年4月10日、京都大阪間で急行電車が復活し、同年6月1日に京都神戸間に延長された際、本系列が整備の上4両編成2本に蘇生され、急行電車として使用された。この際、外反をアイスキャンデー色と呼ばれる。 濃淡の青色で塗り分け、その塗り分け部に赤線を配した図色に改められた。この二編成は、1950年8月から同年9月にかけて、大体として80系電車が、宮原電車区に申請配置され、同年10月1日より、急行電車に投入されるまで使用され、その後は、半和線に転出した。東海道線の急行電車に使用された。 本系列の編成は次の通りであった。1950年10月1日より、半和線で特別料金不要の特急電車の運行が開始されることとなった。これに伴い、前述の80系電車の申請配置で余剰となった、本系列がこの特急電車運用に充当されることとなり、中間の左派48系あるいはサロハ66。 ガタを一両抜いた三両編成に再編の上、80K の新製配置が本格化した1950年9月より、以下の通り本系列の半和線を担当する大鳥電車区への転属が実施された。前述の第三次車も使用して三両編成四本が蘇生された。この時の塗装は、青の濃淡を基調としたもの、丸ーンとクリーム色で塗り分けた。 半和特急色、茶色一色という三種が存在した。この時の編成と図色は次の通りである。半和線の特急電車の運行は、1958年10月の名称変更まで続けられ、機器の国鉄標準機器への交換で並結が可能となった。半和車型と混用が実施されるようになったが、1955年度から、 半和線向けに70系電車の申請配置が開始され、1957年度までに34両が配置されて、同系列だけで特急、急行運用をほぼ充足できるようになった。このため、本系列は70系の定数充足以前に順次、特急、急行運用を離脱、1957年4月にまず52004.52005が続いて、 同年9月に、当時大鳥電車区に配置されていた、モハ52系の残る全車が、飯田線に転出した。この間1953年秋から、翌年春の更新修繕により、モハ52型には乗務員室を拡大して、乗務員室扉が新設され、同時に 5, 5 2 1 5 2 0 0 2 4 3 0 4 0 4 3 0 4 1の4両は、電動機を、 MT30 に交換したが、改版等は行われなかった。1950年、東京地区の951系のモハ41型と交換で、大阪地区の42系が横須賀線に転属した際、宮原電車区に配置されていた、サハ48系5両も横須賀線に移った。その後、2両が追加で転用され、計7両が横須賀線で使用されることとなった。 半和線で特急電車用に使用されていたサロハ66計算自社は1951年に飯田線に転出し1952年2月29日付で豊川分工場にて三等室側に運転台を新設し制御車に改造をクハ47型に編入されたこれによりサロハ66型は形式消滅となった クモハ53007の晩年の姿。52003.004、5 8 0千5 0とともに、更新修繕後も張り上げ屋根のまま残り、流電なき後の言い出せのスターだった。クモハ53008の晩年の姿。こちらは更新修繕により、普通屋根化されていた。1953年6月1日に施行された。 車両形式称号規定の改正は、車体長17メートル級電車の階版整理が中心であったため、階版対象となったものは多くない。半和線時代に出力増強改造されていた三次車の、モハ43型2両を、モハ53型に解消した程度である。模波52型については、前述の通り出力増強改造試行車と未試行車が混在していたが、 改め形式は行われなかった。模四43型の新旧番号対象は次の通りである。半話線では乗客の数の増加が激しくなり、半話車型に扉を増設し三扉化を要する状況になっていた。日本国有鉄道本社では、流線系電車という記念碑的な車両をどこに転用するかが話題となっていた。そこで、2、 扉クロスシートという装備を活かせる長距離路線である飯田線と美信線が候補に登ったが結局低屋根改造を要しない飯田線に転用されることとなった。モハ52型は1957年4月に2両が同年9月には3両が北部の稲松島機関区に転属した。ここでは区ハ47型などと組んで普通列車に使用されたが 同年10月からは、飯田線を走破する、快速列車が設定され、モハ52型はこれに使用されることとなり、豊橋機関区に転属となった。豊橋では、窓周りを、オレンジ色、幕板と腰板を、ダークブルーに塗り分けた、快速線用色に変更された。都色については後に、湘南色を経て、最終的には、横須賀色となったが、 この時のモハ 52K の塗り分けは、第二次流電春工事と同一とされた。なお、80K 以前の休系国電で湘南色が塗られた、令和統計列が、唯一の事例である。三次社に属する、電動車の43,039.5300753,008の3両も1958年2月に、飯田線入りし、稲松島機関区に配置されている。 また、一時車に属する左派48系48,036は、1958年3月に、飯田線に転用され、それと同時に、旧三等室側に運転台を新設し、制御車化されて区派47型へ編入され、47,025に解消された。1950年に51系と交換で、 横須賀線に転属していた二次車の左派 48K48034 は1959年12月に飯田線に転用された。飯田線に転用された制御車と付随車は長距離運用に強されることから1958年度に豊川分工場においてトイレの新設を行った。対象となった車両は次の通りである。また、 横須賀線で使用されていた、ハ四十八型についても、三次車の二両が1958年に、大宮工場で、トイレの取り付けを行っている。1959年6月1日付の、車両称号規定改正により、運転台を持つ電動車に、新記号、雲が制定されたため、本系列に属するモハ四十三型、モハ五十二系、モハ五十三型は、 それぞれ雲波43系、雲波52系、雲波53型に変更された。また、従来は記号を含めない2桁の数字のみが、形式であったが、今回の改正により、記号までを含めて、形式とされた。本系列においては、この車両称号規定改正により、番号の変更を行った例はなかった。百五十九年十二月には、 ハ四47型の番号整理が行われた。これにより、旧サロハ六66型を改造した3両が、改版され、150番台とされた。その際、前者が、奇数向きであったため、奇数のみが付与された。番号の新旧対象は次の通りである。横須賀線で使用されていた、サハ48型は、同線の混雑と、混用されている70系と、 扉数が違うために生じる不便を解消するため、1963年度に、大船工場で、雲波43型、雲波53型と共に、車体中央部に扉を新設して3扉化され、神経式左派58型に解消された。当時横須賀線に所属していた6両前車が、改造対象となったが、種車やトイレの有無により、次の4区分番台に分類された。 このうち佐波58,050は 58,、雨戸を張り上げ位置に保ったまま改造され、得意な外観を有していたが、後に、他社より、ほんの少し上の位置に雨戸を付け直している。1965年3月、稲松島機関区にあった、雲屋43,039は、浜松工場において、身延部先用のためパンタグラフの取り付け部の屋根を、削り、低屋根化された。 この改造により、同社は、雲波43,810に改称されている。本系列のうち繊細を免れた18両は、改造を繰り返されながらも、昭和50年代まで現役で使用された。最初に淘汰されたのは、横須賀線から、京阪新地区に転出し、さらに、山陽本線岡山地区や宇野線で使用された佐波58、計6両で、 除籍は1976年度のことである。これらは、順次、水田工場で解体された。飯田線で使用されていたもののうち、豊橋機関区の雲波52系、左波48系、中部天竜式、稲松島機関区の区波47型については、1978年10月を、もって全廃されたが、それ以後も稲松島機関区に、 配置の雲波5万3007雲波5万3008の2両は、休憩国電祭末期の1983年8月まで、使用された。身延線に転用された、雲波4万3810については、身延線への模波72軽改造の62、軽投入により、1975年に、松本運転所北松本支所に転出、中央再選。 シノノイ線のお土産松館ローカル運用に雲波ハ43,800などと共に運用された。最初は1,000人であったようだが、後に大糸線でも使われるようになり、中央再線シノノイ線ローカル運用撤退後は、大糸線運用に転用され、同線が新性能化される1981年まで使用された。 モハ52001クモハ52004モハ52004モハ52004客室本系列は、戦前の国有鉄道を代表する電車であることから、2021年、現在、2両のクモハ52型が保存されている。クモハ52001は、当時の国鉄関係者、特に、大阪鉄道管理局の関係者の尽力で、廃車直後に、古スと言うべき。 スイタ工場に移され、そこでパンタグラフを PS13 から本来の PS11 へ戻し、一時車の特徴であった、半出式運転台や側面の通風用ルーバーを、はじめ、極力二時車竣工直後の塗装変更後に近い、外観と内装に復元されたが、台品の調達ができなかった、客用扉と台車は更新後のプレスドアと DT13 のままとされた。 1981年10月14日には、純鉄道記念物に指定され、1987年の国鉄分割民営化後は、西日本旅客鉄道に引き継がれ、2021年現在も、水田総合車両所本所玄関前に展示されている。水田工場の一般公開時には、車内の見学も可能である。 一方の雲波52004についても、広窓流電の一両として、飯田線沿線での保存が計画された。しかし、当時は保存先が見つからず、やむなく、豊川に工場が所在する日本車両製造に保管が打診された。同社は、川崎車両製であり、同じ鉄道車両メーカーである、日本車両製造側にしてみれば、 他社製の車両を保管することについて、少なからぬ反発があったという。しかしながら、縁の深い伊田線の象徴とも言うべき流電である、ことから、日本車両製造側の英断により、同車の保管が実現したのである。原型に復元された雲波52001に対し、雲波52004は、最終状態で保存された。国鉄分割ミニエーカー後は、 飯田線を所管する東海旅客鉄道の手により、1991年に中部天竜駅構内に開設された佐久間レールパークに移された。当初は最終状態のまま整備の上展示されたが、1996年頃に外形はそのままに図書区が春光寺のクリーム色と茶色にされ、追ってスカートの取り付けや全消灯の埋め込み化を行った。この 復元については、側面客用扉以外は、ほぼ忠実に復元された雲ハ52001に対し、雲ハ52004は、乗務員扉や、更新修繕で交換された屋根状の、グローブ型通風機を損置した状態であった。なお、同社は2011年に、名古屋市港区に開館したリニア、鉄道館で、製造時の姿に、復元の上展示されている。 当時の国鉄電車の連結面は切り妻であるが、車端部で屋根が下がっていた。従来5月、6月の諸説あったが、13日であることが判明。三等車の戸袋は 700mm、扉間は 600mm で二等室は 700mm を2個セットに配置した。これは、廃車後、水田工場で竣工当初の構造に、 復元保存された52001で確認できる。高取工場における新塗装直前の同車の写真の色調よりやや黄色味の強い色調と判断される。他社は客扉上部にのみ水切りが設置されていた。1947年4月15日に撮影された川崎車両構内の写真に荒廃した同車の車体が記録されており、 この時点までは廃車体が残存していたことがわかる。台車だけが当時製造中だった、モハ63型に流用された。端子電圧6 7 5ト時定格出力1 2 8ットモハ60軽用として開発された、MT15K の延長線上に位置する大出力、電動機で、実際には出力は、 端子電圧 750V 換算で 142kW となり、自長の相違から、半話者型の TDK-529A 並みの走行性能が得られることになる。ただし、第二次型のモハ52も、半話線時代に MT30 に換装し、波数比2.56に改造されたと思われるが、資料的に定かでない、とされる。52005は、 飯田線快速色から湘南色への変更時に指示の手違いから旧来の塗り分け線を踏襲して出場。1ヶ月ほどで正規の塗り分け線に変更された。52004は横須賀色へ再度変更される際に当初全面、中央部までクリーム色にされていた。ただしダミーで機能しない。2012年までは座席に着席も可能であったが、 翌年以降老朽化を理由に取りやめられている。また時期は不詳だが、プレスドアのエッジゴムが黒に変わっている。2019年の一般公開では車内に入ることはできなくなった。ありがとうございます。